今日は千葉県市原市にあります、千葉子どもの国キッズランドにやってきました。ね、なんか恐竜の大恐竜ランドっていうのもねあるそうです。何すごいね、かわいいドールハウス、お城、あ、そっか、子どもの国だからじゃない、時計、チッパくんの時計塔だって。チッパくんなんか出てくるんだ。でもちょっと今時間があれかな、あとでさ、またこれちょっと写真撮って、閉園の5分前とかにもあるらしいよ。どうする、まずその恐竜ランド行く、なんかゴーカートとかもあるよ。恐竜と写真撮れ、恐竜と写真、すごい大恐竜ランド。あ、今ここでもっとあっちにいるんじゃない、いいよいいよ、撮る、チー、次のこっち向かなくて、じゃあ恐竜ランド行ってきます。うわ、クイズラに、クイズに答えて認定証ゲットしようだって。認定証って、なんかこのアプリもあるみたいだね、一緒に遊べる。すごい、わーわーわー、びっくりした、動いてるよ。ジュラキ、これジュラキゾーンだったよ。ジュラキに生きてたじゃん。時大丈夫？あ、手振ってるね、大丈夫だよね。だい、ステゴ、あ、ステゴザウルスじゃん。ほら、あの背中のさ、なんかうちわみたいなこのね、トゲトゲの部分が特徴的だよね。うん、おお、近い、マメウチサウルス、アジア最大の恐竜の一つだって。なんかすっごい広いねクイズがあるよ。マメンチサウルスの首の長さは体全体のうちで A ちょっとだけが首、 B 半分が首、 C 全て首。体全体の中でどう、今見てみて。じゃあ僕は半分にしてよ。そうだね、ママも B にしてみよう。あ、どうしたどうした、あ、ほんとだほんとだおなんか声もさ、あれじゃない、声がなんか違うね。どうした、すごい、気をつけて、足元、手持っとこうか、ママ。ブラピオさん、あ、これがあのマメの植物、へえ、どうかしょ、あ、肉食、草食ってこと、うん、だから肉食だよ。あら、卵が、あらあら、赤ちゃんが、卵大きいね、うん、あんな大きかったのかな、顔ぐらいね。え、グアナの歯、牛の歯、杉の歯、名前的にあれなんじゃない、ペン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 、あ、ペン、はいはいはい、どうぞ。あ、ここも白亜紀だったいつの間にか、あ、なんか軽快な音楽が、あ、おー、カルノタウルス、なんか腕が短いね、すごく。うわー、ほんとだ。アルゼンチンとかにいたんだって。でもこれも草食だってよ。あ、怖い。ペン持っとくよ、ペン。怖い。うわー、恐竜だ。うわー、いっぱいいる。いっぱいいるよ、こっち。なんか速そうだね、足がね。ベロキラプトル、羽毛恐竜、ちょっと待って、プテラノ、プテラノドンがいた本当だ、時プテラノドンだね、大きくない、プテラノドンってね、日本にいたんだ。さ、お目々違くない、お目々違う、危ないもんね、あんま近づいたら。そこでいいよ、はい、プテラノドン、オッケー。おお、わー、この辺りはちょっとあれじゃない、肉食のさ恐竜、なんか背中のヒレなんていうの、あれすごいね。スピノサウルスってなんか聞いたことあるな、ね、背中すごくない、あれなんであんなになってるんだろう、センスみたいだね。そうだね、あ、どうした？うわ、ティラノサウル
スだ。大きい。うわ、卵がある。あ、歯が生えてる中に。最後が、あれ、卵からイタチサウルスが見て、あそこ大変じゃない？車を押そうとしてる。うぃー、うぃー、すごい、乗っていいようになってる。助けて、逃げて逃げて逃げて。うわ、近い。ヒーハー。わ、ベロがすごいね。歯もすごいよ。逃げて。運転でお願いします。運転で。すごいよ、なんか見て。はい、じゃあ皆さん認定書が、おめでとうございます。缶バッジももらったよ、一人一個。これ何しよう、好きなの。これ何しよう。じゃあこれいいな。くつろいでるね。くつろいで。チクは飲む？あ、飲まない。大丈夫？暖かいね。お子さんの前でシートベルトをしてくる。はーい。パパたちおいで。先おいで。子供と一緒に家族で乗れます。140センチ。左だって。うん、以下の子供が前に。お、結構しんどいぞこれ。パパ漕いでよ、ちゃんと。よし。あ、桜が綺麗だよ、ほら、あの先。前の席いいな。なんか鳥がいっぱいいる。ちょっと待って、鳥がすごいよ。鳥の巣がある。ね、鳥の巣。すごいじゃん、チク。いいところね。ね、うん、よしよし。わあ、菜の花と桜が綺麗。衝突注意、サイクリングコースはこっちです。うわあ、本当だ。よしよし、抜けた。抜けたね、あの。そうだね、抜けたな。お花がいろいろ咲いてるね。すごい自然がいっぱい。またトンネルだ。ちっちゃいトンネル。ゴーカートここにある。あ、本当だ。うわー、だけど、うわー。登りたいよ。めっちゃ上って感じ。ゴー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 。あ、そこだそこだ。帰ってきました。ゲートだ。はい、お靴脱いで入ってくださいだって。チク、ジャンプしてみて。うぅ、2の3。うぅ、すごいすごい。トランポリン好きだもんね。うぅ、チク、天井まで行くつもりで。1、2、3。そうそうそう。さあ、こちらトランポリンの横に鉄道ジオラマコーナー。動いた動いた。脱線させないようにね。武器はこっち入れてあげるよ。ドクターイエロー。はい、お、走った走った。武器がドクターイエローで、チクが踊り子。うん、本当だ。あれ、武器のドクターイエローは止まっちゃってるよ。ゆっくりゆっくり、ここをゆっくり一緒にじわーっと動かす。じわーっと、ほら、止まるときもじわって止まるよね。うん、そうかな。ねえ、すごい、ほら、すごい綺麗。写真撮ろう。すごい綺麗だよ、近くで。写真撮ろう。自然いっぱいだし、こっちの方が光がいいかな。あ、すごい綺麗、すごい綺麗。どれ？ほら、うわ、綺麗。ねえ、ママ
うん、どうした？あれ、トキが、トキはどこ？あ、桜？取った。すごい。あら、みんな柔軟が始まった。ここで広い大自然の中の柔軟体操が始まりました。スーパーマンかな、これ何だろう、何だろうこれ。お、チクマすごい。すごいね、二人ともすごいわ。うー、踏みすぎ踏みすぎ踏みすぎ。はい、いよいよ。一応4歳からね、一人で乗れますけど、まあやっぱり大人一緒に乗れるパートがあるので、一緒に乗った方がいいかもね。思い切りがいいね。なんかチクの声が、チクの声が、大丈夫、乗る前に持って行ってね。だって迷子になった音楽隊を探してね。おう、本日はキッズダムトレインご乗車ありがとうございます。森の演奏会の帰り道、今期の音楽隊が迷子になってしまいました。それぞれ名前がついています。キッズダムトレイン乗って音楽隊を探してください。はい、どの子がどのお名前なのか見てあげるんだって。迷子になっちゃったんだ。トキなんかいたよ、そこに。いた？あ、本当だ、それだ。名前なんて書いてあるかな？メイ、メイ。あの子はメイちゃんかな、メイくんかな。あ、いた、誰か。あ、ぴょん。あ、トキいたよ。わかる？いたいた。あそこ、あそこ、後ろ、横横。ぴょん。書いた？書いた？早い早い。すごい、見て、ちゃんと機関車の動きしてるよ、お前。本当だ。ねえ。かっこいいね。ここすごいカーブだ。あ、誰かいた。マックいる。マックいた。あれ。そうだね。それだ。うん。踏切だ。やったー。でもここは人通れないようになってるね。でもちゃんと鳴ってくれる。ぶつかりましたか？ご乗車ありがとうございます。降りなさい。天井に頭をぶつけないようお気をつけください。ママ、そう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 、チェックいいよ、体を前に。そう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 、大丈夫。結構前って何？進むよ。やってごらん。そのまま？足そのまま？そうそうそう。そうそうそう。足が前に行かないように、体を前に。よいしょ。そうそうそう。はい。ほい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 。あっち行こう。ほらほら、足揃えて。そうそうそう、落ち着いて落ち着いて。足そんな動かさない、足動かさない、足動かさない。よーい、スタート。いいよ、チクも大丈夫よ。うーうー、どう？大丈夫？うわわわわわ、すごいね。ダムダムボール、あ、そういうこと？向こうにも。トキ、ここ登ってくのすごそうだよ。上から転がしたら一気に転がるのかな。ゴー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 。
わあ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 、ボルダーみたい、ボルダーボルダーみたい、わわ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 わ、モノミヤグラ？うわー、結構スピードが、はい、やったー、うわー、しっかり掴んでてね、そう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 、次持って、次一個手出して、そうそうそう、すごい、頑張って、もう一個、もうちょっとゴールだ、頑張れ、そう、頑張れ、おほほほ、すごい、いけたいけた、簡単だった？あ、滑り台があるよ、あの先に、ひゅー、ここ結構スピードが、安全安全安全、落ちることないから。さあ、ということで今日はですね、こちら千葉にある千葉子供の国キッズダム来てみました。屋外のね、アスレチック無料で遊べるとこもそうだし、いろいろ有料のアトラクションでも、これね、回数券買った方が断然お得ですね。何が楽しかった？全部あとやっぱりね、授乳室とかね、あと救護室、おむつ替えシートなんかもね、もちろんありますので、小さいね、お子さん連れでも安心して来れると思いますので、ぜひ、かなりこうソーシャルディスタンスもね、取りやすい環境になってますので、遊びに来てみてはいかがでしょうか。千葉子供の国キッズダムでした。楽しかったです。8番ね、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 8番